モグラを追う八神たちに松金組の包囲網が狭まっていく。1年前、海藤の破門をきっかけに塗り替えられた松金組内部の勢力図だが、全ては仕組まれていた。裏社会の掟に翻弄される神室町の男たち、いつかその流れに一矢報いようと彼らはあがき続ける。ジャックインザボックス。シャルルの店長はマジでかわいそうだな。なあ東よ、お前なんで仕事手抜いてんのかな。いえ、自分はそんな。ならなんでまだターボがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。うわ、腹パンチだよ。はい、やっぱあの頭がいるとよ、事務所が窮屈でいけねえぜ。うん。いや本当にな、ずっとうだうだ機嫌悪いし。まあこいつそんなこと言ってたらやられそうだけどな。死ねえ。誰めっちゃ、かわいそう。こいつ誰だよ。このハゲは一体誰ですか。東城会系松金組事務所前で銃撃、一人死亡か。死んだのは栗本って組の古株だ。流れ玉で肩木にも怪我人が出てる。栗本、いやお前は知らねえかもな。別に目立つやつじゃなかった。犯人は自称会社員、その場で現行犯逮捕。そいつは強霊会の送り込んだ鉄砲玉だ。強霊会か。間違いないのか。うん、昨夜東から聞いたんでな。もう東、腹パンじゃ済まねえだろこれ。俺らに銃向けてたあいつが。そう言ってやるなよ。あいつの話じゃ犯人は栗本の体にまず弾を4発で、とどめに両目を撃ち抜いた。目を、わざわざ両目を。要するに強霊界からモグラへの報復だ。なるほどね。だがこうなると松金組どころか東城会本家も黙ってねえ。気な臭いね。強霊界との報復合戦になるか。ああ、今の神室町は相当やべえぞ。東もそう言ってた。東に会う。最近東に会いまくってるけどさ、こんなにさ会っててさ大丈夫なんかなっていう。銃撃の時は東も事務所にいたらしい。あいつんとこならまた何か情報が入ってきてるかもな。いや、東のためを思うならさ、ちょっとあんまり出向かない方がいいんじゃないですかね。出入りバレたらただじゃ済まないっすよ。星野くん、誰だっけ、ホストだっけ。もしもし、八神さん、
何？源田法律事務所で。え？あ、星野ってあれか。あの法律事務所のなんか真面目そうなやつか。ああ。でも東より優先でしょこれ。源田法律事務所。スターダスト、あれセイヤか。スターダストのやつはセイヤだ。ん？めっちゃ歌ってる。いい歌じゃないですか。美浜さな、夢の途中でした。ご清聴ありがとうございました。いや、いい歌でしたよ神、すごいな。どれも癖強いんだけど、 T シャツが。さなちゃんの思いがこもってる感じがしてグッときたよ。はあ、はあ一番左ヤバそうだな。さあちゃんの歌は最高だぜ。太田さん、北村さん、猫アミドさん、応援ありがとうございます。 CD 買います。俺も2枚3枚。ありがとうございます。八神さんも買おうぜ。そうだよ、いい歌だったよ。1500円か。でも買っとこうぜ、せっかくだから。嬉しいな。花の指示、証拠何のよろしくお願いします。何の証拠だよこれ。証拠扱いされてもさ。夢の途中、まあ機会があったらサナと話す。いつもここにいるのかな。いつもここにいるんだったら別に分かりやすくていいけど。え、何この状況。え、はあ、あなたがやったんでしょ。な怖っ。沙織さん怖いよ。八神さん。八神くん。お、何のよ、何の容疑者。はあ、とりあえず星野の容疑知りたいよね。いえ、ケーキ勝手に食ったんか。ん、はあ、ただのケーキ。後藤ガトーの生ケーキです。後藤ガトー、え、レア物ね。まあなんでマフがいるのかそれすごい気になるけどね。弁護士いないのかわいそう。疑われた理由ね、知りたいよね。へえ。冷蔵庫の中。あれじゃないの、源田さんじゃないの。はい、ああ。ほら、あ、なんで出て行ったのか。
星野の証言。こんなしょうもねえことで証拠を集めなきゃいけないのか。いえ。あ、そうなんだ。まあ確かにどら焼きお裾分けしたもんな。お裾分けっつか差し入れしたけど。ねえ。はあ？まあそんなに隠す必要もないけどね。重い処罰。意義あり。逆転裁判。え？ねえ。はいはい。トイレで15分後と席を外して。はあ？そんな卑しいやつなのか、こいつ。え？はい。はあ、それでケーキ食うのか。ええ。ああ。癒しすぎるでしょ。はあ、真冬の腹の音、証拠入手。矢上さん。なんだこのしょうもない事件は。矢上さん出番ですよ。沙織さんに一瞬白い目で。ケーキ頑張って買えばいいんじゃないですかね。お願いします。マジかよ、沙織さんの生ケーキ裁判。え、冷蔵庫。まず冷蔵庫どこにあんだよ。ここか。怪しいな。ん、冷蔵庫にケーキ入ってたのか。お、氷が溶けている。いえ。まあ冷蔵庫の電源抜けてるとかそういうのじゃない。包み紙、ケーキの包み紙。ゴミ箱ですか。なんだ。お、はい。わざわざ誰かが捨てたってこと。源田先生じゃん。矢上さん。なるほどね。矢上さん、これ証拠隠すためにさ、源田先生やっぱ食ったんじゃねえの。ああ、沙織の牛乳パック。これが証拠ってどうなの。矢上さん、まあ一応やったけど。はあ、お願いします。警察官としてはね、まあ自分が犯人にされたらたまったもんじゃないからな。あるはずのないもの、あるはずのないことになってる。矢上君。え、何それ。ん？え、ケーキの包み紙。まあね。はい。タイミング的にね。あ、直接捨てに行ったとか。いや、なりそうだけどな。はい、確かにな。ん？
停電のお知らせ。え？やっぱ電気通ってなかったのか。結構長い。新鮮なケーキをペロリ。まさかよ、ケーキを食べることができたのは昨晩最後まで一人で残っていた星野くん。そんなって言うけどさ、もうめんどくせえから真冬のヘッドリターって言うのもありだけどね。沙織さんが自分で食って気づいてないとかわちゃあるんじゃない。意義あり。はい、意義あり。はい。いや、ないんだけどな。え、なんですって。でもな、ケーキだけではないはず。氷。消えてないかな。え、私の寝室のさ、え、ごめんなさい。今のは練習。練習ってなんだよ。冷蔵庫から消えたケーキ以外のもの。え、なくね？あ、冷蔵庫から牛乳も消えていたんですよ。そうそうそう。これが証拠だ。あの、まあ痛むだろうね。傷んだ牛乳をソジトファンの源田先生が見つけたとしたら捨てるだろうね。ああ。これ捨てられましたね。ちゃんとケーキを捨てた。まあ捨てただろうね。あ、源田先生、捨てたか、もう聞けばいいんじゃない。あ、やっぱ捨ててんじゃねえか。うん。これを捨てる人の気持ちも分かってください。そうね。完全に無意味な時間だったんだけど。ありがとうございました。まあ、余儀は晴れてよかったわ。沙織さんが掃除当番をしてくれることになりました。ごめんなさい。まあ、あ、なんか金もらった。ずっと楽しみにしてたんだもん。まあね。絶対そっちの方が大事だけどね。東に話聞く方が絶対大事だったんだけど。ん？ん？え、何？なんか飛んでったけど。カツラ？え、カツラ？
謎の飛行物体を確認する。え？面白そうだからちょっと先行こうかな。ちょごめん東。これカツラだよね。絶対カツラだよね。それ僕のです。ん？ああ大丈夫。ああ。あ。待ってくれ、ハゲ頭の男性。そよ風と共に去り。無駄にかっこいいけどね。いた。大丈夫。あの大丈夫マジで足をくじいたみたいで帽子カツラだろあれ。めんどくさ、あれがないと大変なことになるです。まあ大変なことにはなってるけど、え？あんな移動する？いややばいでしょ、カツラがあんな移動しますか？うわーうおちょっと待てよ、本当だよ、待てよ、来た、ほらこんなこんな移動するかよ。やったー、帽子を捕まえたよ。こんな目、まるで生き物のようなね行動をとるカツラは怖くてつけたくないけどね。すばしっこい帽子で、帽子ではないけどね、これ。人前ではちょっと。あの。ところで僕の顔を見覚えありませんか？ないだろ。はあ。後でテレビ見たら分かっちゃうんですけどね。ちょっと説明させてもらいますか。説明ってあんだよ。見てないと思うけど、いたずらな北風ちゃんだぜ、俺をからかって遊んでやがる。徳永東也アイドルやってる、アイドルがカツラ抱かれたい男ナンバーワンに最も近い男と一部で言われているアイドルさ。マジか、カツラかぶってても抱かれたい。まあそれは人それぞれだけど。八神さん声変わってるいろいろバレちゃうもんでね、フェイクとしてその帽子をかぶっているわけね。天道様に顔向けできねえまあ別にわざわざ言う必要ないけど。え、すげえ10万もらった。次はテレビで会おうぜ。あ、はい、北風とともにね、あのカツラと一緒に去っていきましたけど、そんなことより東だよ脱線するなぁ。